どうもこんにちは、オルタナチャンネルのお時間です。ティアンデイ渋谷ジパンです。決まりましたということで、今回は久々にやってきました、はい、こちらの謎の自販機が集結している場所ですね。懐かしい。1年前くらいに1回僕たち動画の中で紹介してるんですけど、うん、ちょっと久々に来てみようってことでね。そう、あ、新たに商品もね、ちょっと変わってるんですよね。変わってるんですよ、この入り組んだ感じね。怪しい雰囲気満点ね。怪しい、似合うね、怪しい雰囲気が。似合うって一番ヤバいやつ、一番ヤバいやつがちょっと見つけちゃったんで、はい、これやっぱ最後に引いてから帰りましょう。そうですね、これ前回なかったよね、来た時。新種のやつが来ました。前回1年前ぐらいに来た時なかった。これとはキリをつけてね、帰らないためだね、ここで紹介いたします。こちらです。じゃじゃん。え、全く何が出るのかわからない。何これ、文章が書かれたボックスなんですよ。で、この文章もわけわかんないな。読んでみましょうか、これじゃあ。はい、みんなの目標、国民の四大義務、食う寝る遊ぶ忍者になる。間違えました。忍者になってもご飯は食べられません。それでも私は忍者になりたかったので、山で手裏剣の練習をしていたら、の農家のじいさんに鎖鎌で追っかけられました。そのじいさんが私の忍者の師匠です。だいぶそのじいさんは女癖が悪いです。柏九段めでたしめでたし。なんだこれ、意味が一つもわからない。怖い、怖いわ。これは世界観がすごい。しかも490円。これこっちも見てみます。これ値段が違うんですよね。そう、いろんなねボックスがあって、そうそう、文章も違うんですよね。で、右上のがこれ1080円ですよ、はい、じゃあこれも一応文章読んでみましょうか。菓子爆弾、菓子爆弾って何だろう。さっきも出てたね、菓子爆弾好きだな。当たり前みたいな単語で出てきてるけど。アルバイトで知り合ったマミちゃんは長い髪で綺麗な子でしたが、少しおバカで夜チャラチャラ歩いているので男に引っ掛けられて、男の車に乗せられて遊んだと言っていた。おバカだけどいい子でした。そして私はアルバイトを辞める日にマミちゃんと合体した。そして逃げてきた。あとは知らない、おしまい。なんだこれ。なんなんだ、イカれてやがる。なんなんだ、何を元に作ったの。何を伝えてるの、メッセージ性が全くわからない。メッセージ性が全然わかんない。これ至る所にあるんですよね。あ、反対側にも、反対側にもあって、これは縦長ですね。縦長33番はいのやつですね、はい、キットカット、きっと年内にタマちゃんとやる。タマちゃん嘘つきだけど好き。なんだ、人工知能がなんか無理やり文章を作ったみたいな構成がある。発想がすごい。じゃあ今回はこの縦長のとこっちの横長のちょっと一つずつ買って開封していきますか。そうですね。じゃあせっかくなんでこの一番高いやつ1080円でいきますね。1080円のいっていいですか。490円のもありますけど、いいんですか。そのいやー、まあ、1080円の価値があるのか、うん、まあ怪しすぎる1000円ガチャということで、はい、さあ11番、購入。すげえ厳重に包装されてるしな。そう、中身がね絶対バレないようにしてるんですよ。さあ来た、これで出てきて、さあできました。じゃあちょっと僕もこの縦長の方買っていきたいと思います。キットカットだね。キットカットだからキットカット入ってんじゃないかな。確かにその可能性高いよね。菓子爆弾だからね。あ、そういう意味で菓子爆弾ってこと。分かんない、お菓子が入ってんじゃない。でその可能性多いんだよね、うん、値段的にも。じゃあ33番いきます。はい、購入。490円ですね。新聞紙に包まれてんのかな。何が出るかな。よいしょ、来ました。やっぱ厳重だね。厳重。絶対分からない、誰が放送してんだこれ。カチャカチャなってる。じゃあちょっと2人で買ったやつ開封していきましょう。はい、はい、じゃあこちら開けますね。お願いします。ここになんか文章が、意味わからない文章が書いてありますね。ね、黄色いテープで巻きにしてるの。うわ、中にも中も放送されてるわ。どんだけ守りたいんだろう。どんだけ見せたくないんだよ。お、中身が徐々に出てきた。うわうわ、まず、うわうわうわ、あ、チョコバットが出てきた。チョコバットと、ちょっと今見えるのは、はい、チョコバットと、はい、コンペイト。コンペイト。どういう組み合わせ。で、しかもさらに梱包されてるっていう。ガード硬いなこれ。この組み合わせは何なんだろう。なんでこれで1080円なんだろう。
多分このテープぐるぐる巻きにする手間賃が半分以上だと思いますよこれ。中身としてはこれ多分500円もいかないもんね。いかない、300円いかないぐらいじゃない。さあそれでは早速開封していきたいと思います。元気だな。キットカット、キットカット、僕の予想、中にはキットカットとそしてデジモンが入ってると思います。急になんでデジモン来たんだよ。あ、もう早速出てきた。キットカットじゃねえかよ。キットカットじゃねえかよ、そこシンプルにキットカットだって。なんか違うの来てほしかったわ、せめて。もうせめてね、ちょっといいじゃんね、普通にキットカット、普通にキットカットじゃん。この大きさでね、結構するもんね、キットカット。多分すると思う。まあ990円だったら、まあ悪くはないじゃない。ちょっと高いぐらいじゃね、手間賃で。手間賃で、いや、その手間賃それなくていいから。そのまま出せ。そのまま出してくれ。巻かなくていいだろ。巻かなくて大丈夫です。だってキットカットで他に一緒に入れてないのに、うん、梱包してからね、また開けられないようにまた梱包してから、ね、何のテーピングだよ。すごい、ここのご主人はね、テーピングが好きなんでしょうね。すごい好きだろうな、これ。さあ、ということで、こちらのね、謎のボックスがね、解明されましたね。はい、これがまあ、菓子爆弾ってことなんでしょうね。そうですね、ある意味ね、爆弾でしたね、これはね。いい爆弾ですね。ということで、ぜひ楽しんでくれたらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあ、また次回お会いしましょう。バイバイ。皆さん、最後まで理解ありがとうございます。みんなのコメントを読みたいと思います。ただいま、日本にちょうど帰ってきてね、今、羽田空港のシャワールームでシャワーを浴びてきました。世界初、羽田空港のシャワールームからみんなのコメントを読める回でございます。さあ、それでは読んでみましょう。チャンネル登録者、内藤さんに似た同級生がいるんですけど、もうめっちゃ言われる。友達に似てる人がいるってね、めっちゃ言われるんだよ。アイザップちゃん、やってみました。内藤さんと渋谷ジャパンさん2人ともやってきました。このマジマジすごいよ、びっくりです。ちなみにうちの会社には渋谷ジャパンさんそっくりな人がいます。会社ではよくクマと呼ばれたりもしていますが、渋谷ジャパンさんより腕際ないです。渋谷ジャパンもね、誰かに似てる人がいっぱいいるんだろうね。ということで、世界中に似てる人がいっぱいいる、ね、腕毛と腹毛でやってるチャンネルでございます。これからもよろしくお願いします。